クイントゥス・セルトリウスは古代ローマの政治家、軍人、セルトリウス戦争の主要人物である、紀元前100年頃のヒスパニア、緑の部分がすでにローマの支配地となっていた。ルシタニアはイベリア半島の西部の一角にある、ハンス・ホルバインにより描かれたセルトリウスと馬の絵、サビニ人の都市ヌルシアで騎士の家に生まれる、法学、修士学を学び、 紀元前105年のアラウシオの戦いと、紀元前102年のアクアエセクステアへの戦いで二度に、渡りガリア人と戦う。キンブリテウトに戦争やヒスパニアの討伐において、現地通りとして、活躍、軍人としての頭角を表す。五民間に立候補するが、ルキウス・コルネリウス・セッタの一派から妨害を受け、紀元前90年の同盟主戦争と以後の内乱では、 ガイウス・マリウスやルキウス・コルネリウス・キンナラの派閥に所属。ただし、紀元前87年のローマ選挙におけるマリウスの恐怖政治やスッダハシ粛成には反対している。セルトリウスの肖像、傍らに白いソロクがいるのがわかる。紀元前83年に法務官となるが、スラ軍がローマへ侵攻したことで、海外拠点を求め属州のヒスパニアへ、 属州総督として赴任する。ヒスパニアでもスラハの討伐軍に追われたため、紀元前81年にアフリカのマウネタニアに逃れる。マウネタニアで王族内紛に関与したことで勢力を得て、翌年ルシタニア人の招きを受け、ヒスパニアに外戦。海軍力により勢力を挽回すると、以後はヒスパニア先住民の要求を理解して現地諸部族の支持を得て、 一方で学校を築き指定に、ローマ風の教育を行うなど、その軍事的、政治的手腕とローマ文化の普及政策によって、紀元前80年から紀元前77年頃には、イベリア半島のほぼ全域を掌握した。この間は、キリキアの海賊勢力やマウレタニア、また、ポントス王のミトリダテス六世とも連携し、 ゲリラ戦術を駆使してスッダ派から送り込まれる将軍を次々と破った。さらに、スッダの独裁から逃れてくる民衆派のローマ人を受け入れて対抗原動員を作り、ローマの正当な政府を継承していることを主張した。セルトリウスの反乱は、共和制、ローマそのものに対する反乱ではなく、非合法なスッダ政権に対する放棄というものであり、これにより、反スッダ派、 マリウス派の広い指示を受けた。セルトリウスは常に白いソロクを傍らに置き、ディアーナのカゴがあることを示して、人心を得ていたという。このようにして、約10年間、ヒスパニアからローマに対抗し続けた。しかし、紀元前76年、ローマからの増援として、それまでのクイントスカエキリウスメテルスピウスに加えて、グナエウス・ポンペイウスが指揮官として着任すると、 次第に劣勢となり、紀元前74年に大敗を喫する。連敗を重ねることで、求心力を失い、振る舞いに残酷さが増していったという。ついに紀元前72年、配下で重要な支持者であったはずのマルクスペルペルナに暗殺された。セルトリウスの死後、反乱は急速に瓦解し、ポンペイウスの攻撃により壊滅。ヒスパニアはローマの支配に戻った。 この一連の戦争をセルトリウス戦争と呼ぶ。デニアにあるセルトリウスの名を冠した街路。セルトリウスの名は現在でもスペインの各地に痕跡を残しており、ウエスカはセルトリウス軍の根拠地として、デニアはセルトリウス軍の海軍基地だったと知られている。資料により、紀元前123年、あるいは不明とされる場合があるが、少なくとも、 紀元前122年付近であると推定される。ABCDEF 岩波世界人明大辞典あて岩波書店2013年1481ページセルトリウス校。ABC 日本大百科全書13小学館1987年685ページセルトリウス校。ABCD ブリタニカ国際大百科辞典参照項目辞典 TBS ブリタニカ1991年第2版改訂版1033ページセルトリウスコー ABCDEFG 世界大百科辞典16平凡者2007年改訂審判17ページセルトリウスコー ABCD ダイアナバウダー編小田賢治権利拓也萩原英治 長谷川武雄役、古代ローマ人名辞典、原書房、1994年、191ページ、セルトリウス公。ブリタニカ国際大百科事典 20TBS、ブリタニカ、1991年、第2版改定、741ページ、ローマ志向。ディアーナは、ギリシャ神話のアルテミスに相当し、アルテミスの生獣が鹿である。 世界電気大辞典10ホルプ出版1981年270ページポンペイウスコーありがとうございます。